パクのためにじゃーん、あそこが硬くて強くて最強になるらしいよ。すごいことやってる。わあ。マッサージ効果がある気がする。めっちゃスースーする。おはようございます。おはようございます。今日は実はパクさんの YouTube を見てくれた観光客が大変多くてですね。本当ですか。もう多いすぎて、はい、ちょっとご迷惑をおかけしているので、はい、皆さんが、はい、しっかり遊べるように、はい、今回こちらです、はい、福岡カレーおじさんの喫茶店の案内所、一番大きい通りに、はい、ドーンとあります。すごい面白い、僕よりカールおじさんより面白いキャラクター今から紹介するんです。お、ちなみにすごいじゃないですか、これ。はい、もう地図もこれありますんで、これ一応、はい、うちがおすすめしているお店なので。カラダシュ、出産風俗長。こんだけあるんですね、16店舗。そうです、16店舗あります。全員、はい、僕が女の子を選んでこれるんで。それでは、ちょっと紹介します。お邪魔します。失礼します。お、すごい。じゃあ映していいですか。はい。よろしくお願いします。お願いします。ありますよ。マドンソク、イモニター。やばい。マドンソクさんですか。はい、そうです。でも胸元には何書いてあるんですか。失礼です。はい、どうぞ、こちらです。あ、そのジョムン、저에게맡겨주면주세요。はい、今これ多分問題になるかもしれないですね。前回な、髪の毛長かった記憶があるんですけど。そうです、丸刈りにさせてもらいました。結構韓国人が来てるんですね。そう、すごく多いので、朝は8時から夜は22時半まで。22時半ですね、はい、23時まで店をやってるんですけど、22時半まで来ていただければ、ここに、はいはい、案内できると思うんですけど、今は本当にもう韓国人さん多くて順番待ちになってるので、はい、すごいですね、はい、ここはじゃあ、あそこもパンパンになってるので、ここに来てもらって、はい、そうです、もう椅子もあるし、はい、エアコンもついてて、はい、待ちながら、はい、相談しながら、 お酒も持ち込んでいただいて大丈夫です。あ、本当です、持ち込み OK なんですね。 OK です、はい、あと食べ物もドリンクも売ってる、はい、安いので、でタバコも吸えます。あ、そうですか。はい、すごい、喫煙 OK です。おお、はい、ありがとうございます。いや、任せてください。マドンソクさんに一言お願いします。なるほどですね、マドンソクさん、誠にすいませんでした。久しぶりに来ました。懐かしいです、もう1年ぶりみたいな。いや、思いますよね。パク YouTube 限定でちょっとやれるコースを今お店に交渉してますんで。本当ですか。これを見ていただいた方はちょっと一回頼んでみてください、はい、今から女の子がこう来るので、はい、まあ普通はお店に注文していただいて、はい、で一回お部屋に上がってもらって、それで着替えて外出するみたいな、はい、今回はちょっとデート用じゃなく、はい、ちょっと分かりやすく。今日は10分後に왔습니다。今ポイントです。3、2、1。じゃじゃーん。はい、ミラちゃんでーす。リアルな韓国人さんが大好きな H 韓国。初めて会って、はい、お店でちょっと挨拶して、挨拶してお着替えして、はい、そのまま出れるってことですね。で、これで、まあ、焼肉行ったりとか、居酒屋行ったりとかして、遊びに行くと、はい、女の子によってなんですけど、例えば、はい、私服で行くパターンもありますし、はい、まあ、こうやってじゃあギリギリの場で来てくれへんかなみたいなリクエストも多分あると思うんですね。あ、お答えできることできない子がいると思うんですけど、相談しながら、はい、お、今ちょっと3問で取ります。そのままですよ、はい、ミーラさん。ミーラです。19歳ですね。19歳です。デビューはいつ頃されたんですか。いつ前に。1ヶ月前。わー。お客さんにどういうところを褒められるんですか。おっぱい。おー。まあ、いろいろ聞きたいんですけど、今外だからあんまり。千鳥で。千鳥で。はい、千鳥だと、つまらないか。かわいいですね。いつもこういうふうに外でですね。すごいな。おお、元気ありそうですね。いえいえ、彼氏はいないです。初経験はいつですか。中学3年生。韓国人の経験はお店で。ああ、あの来てるやつがいる。4人ぐらい。わあ。外でにいると分かんないですよね。あ、え、一般でしょみたいな。一般人が一回だけじゃ。せーの。はい。この後部屋に戻っていろいろ楽しみですね。部屋に着きました。すみません、さっき外で恥ずかしすぎて自己紹介お願いします。
ミラです。いたずらバニーちゃんです。いたずらバニーちゃん。で、勤務まだ1ヶ月目。1ヶ月経ってないです。1ヶ月ね。わー。で、やっぱり売りがやっぱりあのバストですね。わー。でもお尻はどうですか。お尻はまだ映してないですけど、はい、自信ある方ない方。ない。あ、ないですか。それは後でちょっと確認しますね。はい、さっきマスク取ったの見たんですけど綺麗ですね。本当ですか。はい。H ってことですか。はい、ABCDFG H。 やばいな。 AV 見たことあります。ちなみにちょっとだけ。デビュー作見ると真っ白の椅子に座るんですよ。今しゃべりながらいかがですか。気持ちの大事ですか、はい、ではあのこれからパク YouTube チャンネルのファンクラブサイトで、はい、ミラーさんの魅力を見せたいと思うんですけど、さっき会ったばかりなんで、まあ、拙者と言って近くで撮るとすごいいろいろ分かるので、はい、拙者撮らせてくださいっ